皆さんこんにちは、三原石太です。稲荷です。1ペリアへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日は中国史シリーズ、はい、その隋王朝についてでございます。今年もやってきますよ。2024年も引き続きやってまいります中国史シリーズでございます。はい、隋王朝、非常に短命な王朝なんですけれども、いろいろと大きな役割を担ったというか、歴史に残した業績がございますので、そのあたりをちょっとご紹介できればなと思っております。1ペリアでは歴史にまつわるいろんな出来事を皆さんと楽しくシェアできればいいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、そして通知ボタンの方お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、隋王朝来ましたね。はい、遣隋使の隋ですね。ああ、そうですね。はいはい、遣隋使のお話は一番最後にまとめちょっとお話ししたいと思っております。2024年になりまして、2023年1年かけて追いかけてきた中国史シリーズが終わらなかったので、終わらなかったんです、はい、月に1回ね、中国史シリーズをちょっと更新していこうかなと思っておりますので、はい、なんとか最後までお付き合いいただければなと思っております。隋という王朝、一番ド頭でも、ちょっと短い短命王朝というふうにご紹介させていただいたんですけれども、はい、短いんだね。そうなんですよ。581年から618年までの37年間、これが隋王朝のできて滅ぶまでになります。王門の新王朝の倍ぐらいだね。ああ、そうだねあれ15年とかだよ。はいはいはい、王門の入信の方ですね。入信の方だね、はい、あれよりもなぜこんなにこう隋っていうのがイメージが強いかっていうと、うん、もちろんさっき稲荷くんが言った遣隋使、特に我々ね、日本で勉強した人にとってはそういう大きいと、それは間違いないんです、はあ、間違いないんですけど、その他にも結構いろいろ実はあってです、ね、まず隋王朝たった38年なんですけれども、はい、皇帝が厳密に言えばもうちょっといるんですけども、うん、ざっくり2人いらっしゃいます。はい、2人、はい、それが旗揚げをしました文帝、陽賢って呼ばれてる、この後ちょっと文帝で、統一させてもらいますね、と、はい、その息子陽代、陽代っていうのがこの皇帝ネームです。その人の本名は陽光という名前になります、はい、まあこの人も陽代で統一させていただきます。帝と書いて代と読む。そうなんです。なるほど、そのあたりがねキーですね。なるほど、はい、はいはい、でまずはちょっとこのお父さんの文帝さんのお話。皆様長いことお付き合いいただきました魏晋南北朝時代、長かったね、長かったね、それをまとめたのがこの文帝さんでございます。もともと北州という国の武将だったんですけれども、はいはいはい、この人がすごいラッキーボーイなんだよって話を、はいはい、しましたね、はい、歴史書に数千年ある歴史の中で、一番簡単に天下を取った男だって書かれたっていう、これどういうことかっていうのはちょっとこの動画で説明させていただくと、はい、まずこの北州っていう王朝が魏晋南北朝時代の北の王朝だったわけですよね、はいはいはい、で北州の王朝のライバルは北西っていう国だったんです、はいはい、この北西っていう国の方が強かったんですよ本当は。仮面の乱領王とか、あと暗君列伝のトップ出てきました紅葉さんとか、とんでもないけどすごく能力の高い人たちがたくさん輩出されていて、北西の方が強かった、はあ、ところがこれもアンクネスでやりましたけど、どん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 そっちでこう内毛場が進行して内部崩壊みたいなのを起こして、最終的には北州の方が強くなって、でその北州強くなっていった時に、はい、北州でも明君が出て、ちょうど相手が弱った時にこっちは強い人が出てきて、もうバッチリなタイミングだったんですよ、はいはい、で今度はその北じゃないですか、はい、南の部分、南の方はもうガッタガタだったんです。ずっとこうね、宋清梁陳とこういろいろ変わってって中の秦王朝だったんですけど、はいはい、もう秦王朝はもう最後南朝つっても本当に一部地域しか支配してないみたいな。しかも最後の秦王朝の皇主って呼ばれてるその皇帝は文化的なものをすごく溺愛しているけど、暗君列伝に入れてもいいかどうか迷うくらいのダメな君主だったんです。だから北州的にはまず諸外国がめっちゃ弱ってる。しかも北州にすごく英雄が現れる。もう完璧な状況だったの。英雄が、じゃあ天下統一には、このルートで戦争を仕掛けて、はい、で、こういう風にやって、で、これらも天下統一できるぞ、いわゆるそのプランを打ち立てて、その通りに行動を始めます。そこでお亡くなりになります。で、いわゆるその幼い息子みたいなのが後を継ぐんだけど、ちょっと任せてらんないなっていうことで、北州の有力武将だったこの陽賢さん、文帝さんですね、が、まあ、乗っ取りをします。で、乗っ取った時に、その反対勢力みたいな人たちが、周りがみんな反対して、綺麗に反乱を起こしてくれるんですよ。そう、抵抗勢力が一斉に抵抗してくれたの、なんだけど抵抗勢力は
抵抗勢力で文帝にパッて戦争で簡単に負けちゃったり、仲間の裏切りにあったり、あの勝手にそっちはそっちで内乱が起きてまた自滅してったり、みんな綺麗に反乱分子の目は綺麗に詰めちゃうんですよ。文帝さん自体もある程度の力はあったんですか、その才能というか。めちゃめちゃあります。じゃあ本当にタイミングが味方になってくれたって感じ。そうなの、いわゆる超ラッキーマンなんだけど、うん、超ラッキーマンの上に本人がクッソ真面目でクッソ有能なの。まとめとしてはですね、文帝って中国史上の名君トップ20ぐらいに入るぐらいの名君なのよ。ああ、なるほど。実は。実力はあるし、ある運もあると。ある。この人、例えばこの後天下統一した後に、はい、北西、はい、で、風太后っていう人を前回ご紹介したんですけれども、以前ね、あの人が作った律令制度、それを取り入れるんです。はあはあ、普通、自分の国の法律を、拡大して、その全国地域にそれを当てはめていくんだけど、それよりも敵がやってたその法律の方が優れてると見て取って、それを導入したりと、でその律令制度が残ったりとか、あとこの先の中国をある程度方向づけたと言っても過言ではない科挙を始めたりとか。そう、科挙を始めた人なのこの文帝だし、奥さんは絶対浮気しないでねってすごい怖い奥さんだったんだけど、奥さんも政治家としてすごく優秀で、旦那に言ったのが、一度虎に乗ってしまったらもう降りられないんだから、ちゃんと手綱を取りなさいっていうことを言った人なんだけど、権力という名の虎にもう一回乗ってしまったら、途中でそれを放り出すことはできないんだから、話すなよと。そう、頑張りなさいっていう発砲をかけるような、そういうすごく頭のいい奥さんだった。ただ浮気は絶対許さないマンなんだけど、まあ、例外はちょっとあったりとかするんだけど、基本的には許さない。で、そういったよくできた奥さんがいて、本人もすごく優秀で、で隋っていう国が建国できた。特にこの人を象徴するのは、質素倹約が大事だっていうのをすごくこう本人のテーマにしてたというか。あ、じゃあ隋は結構節約国だったの？本当は隋っていう国はそうなるはずだったの。それを全て台無しにしたのが煬帝君です。ああ、息子。そう。この二代目皇帝、煬帝君。次男さんなんですけれども、この人は中国史上ナンバーワンの暴君と言われています。ああ、なんか皮肉なもんだね。そうです。以前、この動画でもご紹介させていただきました、秦の始皇帝、はい、それから漢の武帝、前漢の武帝ですね。はい、うん、このあたりと並んで、この隋の煬帝っていう人が中国史上でもトップクラスの暴君って言われるんですけど、ここだけの話ね、アンクンレッスンのこの間やったじゃないですか。あれをやってるから、その猟奇性とかさ、異常性みたいなものを期待されると、そんなでもないんだけど。なるほど。ちょっと弱い感じ、ちょっと弱いんだけど。でも、煬帝って、なんでわざわざこの煬帝って言われないのかっていうのは、あまりにも悪い。から皇帝の帝の字を帝って読みたくないみたいな。お、違う字に当てようとは思わなかったんだね。あえて別の読み方をするっていう歴史家の意地の悪さ。陽っていう字もすごく悪い意味なんです。そういう風に後々つけられる。まあ、これもちょっと後でフォローしますけど、そう言って煬帝さん、もうとにかく国中で大土木工事をし、万里の長城を直し、中国を縦にぶっ通す運河を何本も掘り、四方八方、本当に東西南北、自分の国に接してるところ全部に戦争をふっかけ、みたいな。どんどんお金を使うんですよ。お父さんが質素倹約して貯めたお金を、じゃんじゃか使い、自分も贅沢をじゃんじゃかし、もう、すごかったからみんな反乱をするんです。なんか押さえつけられたものが爆発したみたいな感じだね。そうなんだよ。そうなんだ。この人、次男ってさっきちょっとお話したんですけど、はあ、長男がいたわけ。で長男もすごく優秀で、頭脳明晰で、すごい戦も上手で、みたいな。達な人だったんだけど、長男は正妻よりも愛人の方が好きだったとか、あとちょっと割とこう派手好きだった、社交好きだったんですよね、はいはいはい、っていうのがあって、お父さんはちょっと派手好きなところがちょっとうんってなってて、お母さんはその正妻がいるのに愛人を大事にしてるのが気に入らないっていうのを次男のその煬帝さんは見て取って、じゃあ俺は我慢しようっつって、こう自分は奥さんのみでずっと質素に暮らせて、煬帝くん、そう、あ、じゃあ次男の方が全然いいじゃないっていう空気になったんですよ。でお母さんも次男の方がいいわねってなって、皇太子を交代します、ね、長男はちょっと脇にどいて、次男のその陽光くんですね、当時が皇太子になります。皇太子になってしばらくしてお母様はお亡くなりになるんですが、はいはい、お父様がお亡くなりになる直前ぐらいに陽光が、まあじゃあそろそろいいかなっつって、お父さんの愛人に手を出し始めます。お父さんがこんな猫かぶってるやつに位譲るとこだったわってなって、おい長男を呼べってなるんだけど、長男とか呼べないですよっつって、ベッドルームに次男が入っていき、出てきた時には皇帝が死んでいましたっていう事件がありまして、
じゃあもういやいやそれはのね具体的なことは何も言えないですおそうだろうってみんな言ってるけど具体的なことは何も分かんないです。ああそうですか。あの皇帝になった後は結局その生き残った長男とか別の親戚とかもバンバン殺していくんだけど、そういうその我慢の我慢を重ねて爆発させたみたいな。それが果たして我慢だったのかそれともただの戦略だったのかっていうね。でこういうところがそれこそさっき稲荷君が言ってた、あの新王朝を建てた王も、はい、とちょっとダブるんですよ。だからこそこう短命になってしまったっていう、そうし悪いイメージで語られることが多い、うん、でさらに言うと、うん、この後の唐っていう国を作った、はい、李世民、お李世民さん、はい、まあ作ったのは李淵さんなんで李世民って2代目ですけれども、はいはい、李世民も次男なのに、うん、長男を殺して皇帝になるんですね、うんうん、その長男を殺したっていうのを正当化するわけじゃないけど、同じような出来事をしているのに向こうはこんなに悪いんだっていう、うん、プロパガンダの犠牲になった面がこの煬帝さんには多分ある、うん、そういうところはあるんで、この煬帝の評価をそのまま受け取るわけには実はちょっといかないんだけれども、うん、まあ、それにしてもこの人最終的には全国各地でそういったねひどい政治に対して反乱が起きた時にやる気なくしちゃって、うん、俺もう何の報告も聞かないっつって、うん、南の別荘でずっとバカンスをしてたっていう。で最初にバカンス先で身近のね近衛兵とかに反乱にあって、じゃあせめて皇帝らしい死に方をさせてくれよみたいなこと言うんだけど、そんなんさせるかいっつってあの殺されちゃうっていう、そういった煬帝で、まあこの2代目皇帝があんまりにもあんまりだったんで隋っていうのは短命王朝で終わってしまいます。ここで皆さんにちょっと考えてほしいポイントがあって、遣隋使、こんなちょっとしか時間がないのに遣隋使って名前が残るぐらいなんでやったのか。遣隋使実は5回も来てます。たった30数年しかないのに。1回目は最初の文帝の時代でした、はい、うん、なんだけどいまいちで、日本側も中国側が外交官がこう来たけど、外交官としての共通のルールとかも全然知らない人が来たみたいな、ちょっと1回変えんなみたいな風に返されちゃうみたいな。あの隋の方の歴史書にはこの第1回が記録があるんだけど、日本の歴史書には記録がありません。行ったってことにはしなかった。しなかったって、そう。恥かいちゃったみたいな。そう。で、中国側からすると2回目。はい、はい。日本からすると最初の遣隋使。これが聖徳太子が送り出した、小野の妹子が行く遣隋使っていう風に言われています。なるほど。小野の妹子の、非ずるところの天使、はい、非母するところの天使に賞を贈る、つつがなきやうんぬんみたいな、有名なフレーズになってますけれども。はい。で、これで、煬帝が怒っちゃって、みたいな話があるんですけど、あのこれ天子っていう言葉ね、天の子、これって中国の皇帝一人だけなんですよ。だからひいずるところの天子っつって、お前なんで自分のこと天子っつってんだよみたいなことで怒ったっていう風に一応解釈はされています。まあ実際どうなのかちょっとわかんないところなんですけど、うん、まあでもそんなになんかすごいまずい関係になるってわけではなく、親が子供に物を教えるぐらいの気持ちですわ、正直。なんだかこの蛮族は物を知らないなぐらいの、その後3回ぐらい来ます。で、はい、3回目、まあ日本側から数えると2回目ですかね、頃にいわゆるその留学じゃないですけど、いろんなその隋っていうその当時の先進国ですよね、はいはいはい、の知識を学ぶっていうんで、お坊さんとか学者さんとか、あのやる気のある人たちが連れてきて留学させます、はいはい、この後も何回も あと 2,3 回来るうことがあるんです。この時もいわゆるその文化あるいは学問、はい、政治、そういったものの輸出輸入が結構メインのものが遣隋使でした、うん、最初はその外交の一環として始まったものが、はい、そういった文化交流の場になっていったっていうのがちょっと特徴ですよね、うん、で面白いのが隋ってすぐ滅んじゃうじゃないですか。最後の方の遣隋使で来た人たちって、うん、隋を滅ぶのを中国本土で見てるんですよ。唐の建国も見るんですよ。留学期間が30年とかっていう人がいて、長いこと向こうにまあ一っぱなしだった人とかがいて、日本に帰ってきて、一人はその後新白木市っていう、まあいわゆる朝鮮の国への施設になったり、はいはい、あるいは遣唐使の施設になって唐に行ったりとかっていうような外交のエキスパートみたいなのが生まれたり、へー、あるいはその一年を見て帰ってきた人が日本で塾じゃないけど、うん、先生になって、はいはい、その教え子たちが藤原の鎌足りだったり、うん、中野大江の王子だったり、はいはいはい、いわゆる大化の改新を起こす人たちの先生になっている人がこの遣隋使で隋に行った人たちだったりというように、はい、隋という国はこの遣隋使の一言から見ても日本との関わりもあるし、うん、いろんなそのエポックメイキングできることたくさんあった王朝でございました、はい、そして、うん、この隋王朝のいろいろなものを引き継ぎ、うん、そしてこの魏晋南北朝で起きたこのなんとなくその異民族とか入り混じれた、はい、そういったものを全部を合わせ持ったミックスした世界帝国になっていくのが次の王朝の
唐でございます、はい、次回の動画でこの唐王朝ができる過程、そして唐王朝の特徴などのお話ができればいいなと思っておりますので、よろしければそちらも楽しみにお待ちください。はい、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。